What? ネットガーデン。え、ニットのガーデン？んなの持ってるわけないじゃん。何言ってんの、ニットのガーデンなんてあるわけない。そういう風に言ったよ。言ったがね、そういう風に。ミッドガーデン、それは癒しのオアシス。ガーデン上越店さんにピシランチャンネルの収録にやってきました。で、このペアついについに来たか的なやばいもう、チャンネル撮影でアヤヤと私イクミがドキドキワクワク、まあ、テンションが高まっております。で、今日は、はい、空とパチンコ、はい、パチンコで実践していこうかなって、はい、そうしましょう。うん、何を実践しますか。餃子の王将お腹空いてるんですか。いや違うよ違う、なんとこの餃子の王将なんですけど、はいはい、新潟県初の4スペックでの設置ということで、うん、すごいね、うん、新潟県初なので、うん、ぜひそこを選ばなければと思いまして。確かに餃子を食べたいかもしれんけど、ね今日はこっちの方でパチンコで、ね、うん、頑張ろうぜ頑張ろうぜ頑張ろうぜということでね、うん、もうそろそろそうだね、実践スタートして行こう行こうか頑張ってきます。頑張りまーす。はい店内の方にやってきました。で、無事席の方を確保したわけなんですけど、いくちゃんは、はい、600のスペックの方で頑張りたいと思います。はい。そしてあややはこっちの巣ごもり2000のこっちのスペックの方で頑張ります。頑張ります。じゃ別々のスペックでね、お二人とも大当たりゲットしようぜ。あ、頑張ろう頑張ろう頑張るわちょっと多分ちょっと当たりづらそうだけど頑張る。でもでかいから頑張ろう頑張る。はいそれでは実践スタート。Yeah!
熱い熱い激熱だやばくない羽根付きのやつ、なんか油なくて焼くやつ。いいね、いいね、いいね。
リパリです。やばいね、餃子いっぱい。カメラマンさん笑ってますけど。
両手です。あら残念。今飼ってないですよ。もう小さい時はよく家の水槽とかでよく。ミッドガーデン、それは癒しのオアシス。次は、はい、実践したいと思って。コーナーやってきました。それでは私たちの大好きな機種での実践ということで、はい、大好きな機種といえば。あーすげえビビッと。
真撮りたーい。写真を撮りたーい。いいくちゃん。押しまーす。わー。いいね、レインボーいいね。すごい。押しまーす。まだまだでございます。やばい、ほんと写真撮りたい。ギギギギって音が聞こえる。
海と生まれた定めじゃ、ヤシャマルよ。できました。ただあれなんかこういろいろ段階があるんやね、なんか回転させるまでに、ね、第一段階、第一関門、第二関門、第三関門、ちょっとなかなか難しかったけども、すごいギュッとなったね、うん、あのビップゾーン、あーあったね、あそこに行った時はちょっともう興奮したね。なるね、楽しかったね。なった、うん、楽しかった。そして、はい、パチンコは餃子の王将で2連2連でなりました、はい、スロットコーナーね、うん、スロットコーナーでも実践させていただいたんですけれども、スロットコーナーではバジリスク絆を、実践させていただきました。はい、目目目。そこでも、楽しくね2人で実践できて、2人ともバジリスクチャンスに突入できて、そう ね, ね、楽しかったね。よかったね。からのいくちゃんさ、途中で、うん、こうレインボーだったね。そう、レインボー、あそこはぜひぜひ、なんか何回も再生してみてみたいなやつやろ。そうそうそう、はい、ありがとう。ということで本日は、はい、ミートガーデン上越店様で二人で仲良く楽しく実践することができました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネルも最後まで見ていただきありがとうございます、うん、ありがとうございます。じゃあ、あやや締めてください。はい、じゃあ今日はこういう感じで二人で一緒に盛り上がって、はい、周りのお客様も一緒に楽しんでくださってありがとうございました。あやや。はい、ということで次回のシュランチャンネル、ぜひぜひまた見てください。お楽しみに。ありがとうございました。バイバイ。餃子食べよ、餃子食べよ、食べよ。